自動運転システムってすごいわね。これならペーパードライバーでも安心して乗れるわね。確かにそうだな。でも、もしシステムが乗車中に故障したらどうするのかや、事故の時の責任なんかが気になるな。確かにそうね。最新技術といえども、新しい問題も出てきそうね。ところで、最新といえば、日本で見つかった最新の新種の化石について知っているか。え、知らなかったわ。日本で最新の化石が見つかるだなんて。それじゃあ今回は、日本で見つかった最新の新種の化石について紹介していくんだぜ。やっぱり古代生物といえば恐竜よね。恐竜の化石も日本で新しく見つかっているのかしら。ああ、見つかっているぞ。まず紹介するのは、2022年5月、北海道大学などの研究グループが発表した、パラリテリジノサウルス、ジャポニクスだ。なんだかじゃんけんが好きでアラビアンな王子様を連想するわ。それはジャポニカ学習帳の CM だな。別の意味で古くて懐かしいんだぜ。そうね、それで、その懐かしい漢字の名前の生物はどんな生物なの？生存していたのは約1億年前から約6600万年前の白亜紀後期で、体長は3メートル以上あったと考えられているんだ。もうそこまでわかっているのね。発見したばかりなのにすごいじゃない。いや、実は発見されたのは2000年で、北海道中川町で地元の化石愛好家が見つけたんだぜ。結構前じゃない。発見当初は新種の恐竜だと思われなかったのね。ああ、コロナ禍で海外での発掘調査ができなくて、今までに見つかった化石を改めて調べたところ、発見したそうだぜ。それはラッキーね。それにしても、可愛らしい見た目よね。羽毛と立ち方のせいかしら。そうだな。でも3メートル以上もあったわけだから、人類からするとかなり巨大なんだぜ。確かにそうね。実際に出くわしたら、私たちなんてすぐに食べられちゃうわよね。いや、実はそうでもない可能性があるんだぜ。え、どういうこと？人間は美味しくないからとか。いや、味の問題じゃなくて、パラリテリジノサウルスの食性が理由だぜ。え、もしかして肉食じゃなかったの？ああ、パラテリジノサウルスの爪の付け根部分にあった、出っ張り部分が邪魔をして爪が自由に動かなかったんだぜ。爪と肉食に何か関係があるの？通常、肉食の獣脚類は、爪を大きく振り上げて全ての関節を動かし、素早く振り落として攻撃するんだ。なるほど、それができないってことは草食ってことになるのね。ああ、木の枝を口元に手繰り寄せるために、熊手みたいに爪が使われていたと考えられているぜ。まあ、あの可愛い見た目だから肉食だったらショックな感じもするわね。次に紹介するのは、約1億年前から約6600万年前の白亜紀後期に生息していた、カムイサウルスジャポニクスだ。ふむふむ、カムイサウルスジャポニクスは全長約8メートルの生物だぜ。それにしてもまた、ジャポニクスって名前なのね。ああ、このジャポニクスっていうのは、ラテン語で日本っていう意味だからよく使われるな。日本で見つかったからってことかしら。その通りなんだぜ。ちなみにカムイっていうのはどういう意味かわかるか。ギャグが滑った時の空気のことかしら。それは寒いだな。確かに化石が見つかったところは北海道だから寒いが。北海道と関係があるのかしら。アイヌ民族とか。惜しいな。正解は、アイヌ語で神という意味なんだ。サウルスはトカゲという意味だから、日本の神トカゲという意味になるんだぜ。そう聞くとすごくかっこいい名前ね。それにしても、どういう経緯で発見されたのかしら。カムイサウルスもパラテリジノサウルスと同じく、すでに発見されていた化石が新種として認識されたんだぜ。あら、じゃあ、同じようにコロナの影響でたまたま発見された感じなのかしら。化石は2003年に発見されていて、その後は首長竜として扱われていたんだ。首長竜ってあのピースケよね。ああ、あのピースケだな。でも、2011年にクリーニング作業の結果、その特徴が首長竜ではなく恐竜かもしれないと発表がされたんだ。クリーニング作業っていうのはよくわからないんだけど、どういうものなの？簡単に言うと、化石の周りについた岩石を、機械を使って取り除いていく作業だな。なるほど、化石の周りの岩石はすぐに取り除くものだと思っていたわ。実は、大量にある化石は、クリーニング作業が後回しにされて収蔵庫にしまわれてしまうんだぜ。首長竜と誤認されてそのまま収蔵庫送りだったわけね。ああ、その後、死蔵されている首長竜の化石を求め、全国を回っていた東京学芸大学所属の佐藤玉木准教授がたまたま発見したんだ。なるほど、それで2011年の発表につながるわけね。ああ、その後、2019年9月6日に新たな発掘や研究の結果、新種であると発表されたんだぜ。そうなのね、危うく、死蔵され続けるところだったのが急な逆転劇ね。ちなみに、生物としての特徴はどんな感じだったのかしら。
ハドロサウルス科恐竜の中では平均的な大きさだが、他の属と比較して体が細い点や、頭にトサカがついていた可能性なんかが挙げられるな。トサカって、なんだか鶏みたいね。次に紹介するのはアラウカリテス、キタダニエンシスだ。なんだか不思議な化石ね。随分と小さい石ころのようだけれども。ああ、約1億4500万年前から約1億50万年前の白亜紀前期に生息していた。縦 11.7mm、横 6.8mm ほどの植物なんだぜ。え、古代生物がテーマのチャンネルなのに植物なんて種子が違うでしょ。植物は確かに動物ではないが生物なんだぜ。え、そうなの。ああ、実際、辞書で生物という単語は、生きて活動するもの、生き物、動物、植物の総称と定義されているからな。そうだったのね、知らなかったわ。それで、発見の経緯はどんな感じだったのかしら。発見されたのは福井県にある勝山支茶山頂の地層なんだぜ。なるほど、キタダニエンシスはそこから来ているのね。2020年1月、2013年から実施されている、第4次恐竜化石発掘調査で発見された化石が、南洋杉科のシュリン複合体2種を含むと発表したんだ。なんだか言ってることが難しいわ。南洋杉科のシュリン複合体。まず、そのシュリンって何よ。松科や南洋杉科などの熟すと反り返る鱗状の部分のことだな。松ぼっくりの外側の部分がイメージしやすいと思うんだぜ。なるほど、確かに松ぼっくりならイメージがしやすいわ。松ぼっくりは簡単に言うと種だ。だから今回は卵の化石の植物版だと思えば大丈夫だぜ。なるほど、で、今回見つかったのは、アラウカリテス、キタダニエンシスの種の化石って解釈でいいのかしら。実はそうじゃないんだぜ。霊夢、植物をパーツごとに分解するとしたらどう分解できると思う？木だとしたら、葉っぱ、枝、幹、根っこかしら。まあ、大体そんな感じだな。それで、普通、植物が化石になるときは、全体ではなく、その分解されたパーツの一部が見つかるんだ。なるほど。でも、それが何だというの？つまり、見つかったパーツごとに化石の名前が付けられるんだぜ。じゃあ、今回のもある植物の一部分ってこと？そうだな、今回の場合は、南洋杉属に属する植物の部であるシュリン複合体に付けられた名前、ということなんだぜ。なるほど、ちなみに南洋杉属って色々と種類があるのかしら。ああ、ただ、今回は、南洋杉属のどんな植物の化石なのかというところまでは分かっていないんだぜ。じゃあ、そこからは調査中ってわけね。そうだな、現場からは他にも新種の可能性のあるシュリン複合体化石が見つかっているし、また、近いうちに新種としての発表があるかもしれないな。さて、他にはどんな新種の化石があるのかしら。そうだな。そういえば、以前解説した、ヤマトサウルス、イザナギって覚えているか。そんな解説していたかしら。ああ、丹波市で見つかった、ヤマトサウルス、イザナギ化石について解説しているんだぜ。広大な宇宙を飛び回る船しか思い浮かばないわね。それは宇宙戦艦ヤマトだな。あとは、荷物を運んでくれるやつ？それは黒猫ヤマトなんだぜ。しっかりしてほしいんだぜ。忘れてしまったからもう一度解説をお願いするわ。ヤマトサウルス、イザナギは、約1億50万年前から6600万年前の白亜紀後期に生存していた、体長約7メートル、体重約4トンの植物食恐竜だぜ。ああ、思い出したわ。平たくて長いくちばしの恐竜ね。そうだぜ。で、ヤマトサウルス、イザナギって名前の由来が深い話もしたが覚えているか。忘れたけど、海底2万マイルくらいは深いのかしら。もう話を聞かないでディズニーランドにでも行ってくればいいんだぜ。ごめん。それじゃあ、どんな深い由来だったかも含めて解説してほしいわ。ヤマトは古代の日本を意味し、イザナギは、発見された淡路島の神話とハドロサウルスの起源において、重要であることにちなんでいるんだぜ。なるほど、思い出してきたわ。また、先ほど解説したカムイサウルスと生息時期が同じことから、互いの研究に影響し合うと考えられているんだ。そうなのね、同じところで共存していたのかしら。それがわかっていないんだ。同じところに住んでいたのか、それとも地理的に分かれていたのか。見つかった場所的に南北で分かれているのも面白いわね。ああ、どちらも海辺という環境が、恐竜類の進化にどんな影響を与えたのか解明するために、重要な役割を今後も果たしていくはずなんだぜ。日本で見つかっている化石って、名前に日本が入っていて分かりやすい名前が多いのね。そうだな。ジャポニクスやヤマトって聞くといかにもって感じがするもんな。そういえば、地名なんかも名前に使われることってあるのかしら。あるぞ。最近発見された福井ベナートルがまさにそうだな。福井ってことは福井県ってことかしら。ああ、福
井ベナートルは、約1億2700万年前から約1億1500万年前の白亜紀前期の半ばにあたる、パレミアン期からアプチアン期にかけて生息していたんだ。ふむふむ、全長は約 2.5 メートル前後、体重は約 25kg と推定されるんだぜ。2.5 メートルで体重が 25kg ってすごくスリムね。そうだな、人間ならほぼ 100kg は超えるはずだぜ。名前から察するに福井県で発見されたと思うのだけれど、発見の経緯はどんな感じだったのかしら。発見の経緯としては、まず、2007年8月の化石発見まで遡るんだぜ。2007年って15年前よね。また、死亡されていたのかしら。まず、クリーニング作業で、2年以上時間を費やし、新種の化石だというのがすぐに分かったんだが、その後発表まで時間がかかったみたいだぜ。そうなのね、研究って大変なのね。そして、2016年に新種の化石として認定されたんだ。なるほど、それで、福井ベナートルはどんな恐竜だったの？さっき霊夢が言っていた通り、スリムな体型と、長い首、羽毛、一性、発達しない挙歯、などの特徴が挙げられるぜ。それにしても、スリムだし、小型だからティラノサウルスみたいな迫力はないわね。そうだな。実際、ティラノサウルスのような肉食恐竜ではなく、草食もしくは雑食だったと考えられているんだぜ。雑食の恐竜も存在するのね。ああ、マイナーではあるが、一定数存在するんだぜ。あと、優れた嗅覚も特徴的だな。嗅覚、なんだか犬みたいね。どうして、そんなことがわかったのかしら。そうだな、嗅球と呼ばれる脳の領域で、嗅覚情報処理に関わる部分が発達していたんだ。匂いを嗅いで餌を追い求めるのはこの頃の生物もやっていたってことね。ああ、そういうわけで、福井ベナートルは草食や雑食へ適応した過程や、感覚器官の進化過程の手がかりとしても注目されているんだ。今後の研究の成果が楽しみね。さて、最後に紹介するのも福井県で発見された化石なんだぜ。福井県ってそんなに化石がよく見つかる場所なの？ああ、恐竜王国なんて呼ばれることもあるくらい有名なんだぜ。そうなのね、なんだか意外だわ。ちなみに、日本で見つかっている恐竜の化石の8割は、福井県だと言われているんだぜ。え、そうなの？なんでそんなに福井県で化石が見つかるのかしら？理由は主に2つで、1つはボーンヘッドが見つかったことだな。ボーンヘッド、骨の頭。恐竜の墓場とも言われていて、同じ種類の恐竜の化石が1箇所から大量に見つかった地層のことだぜ。なるほど、それならたくさん見つかるのもわかるわ。で、もう1つの理由は？もう1つは、福井県が早い時期から大きく集中的に発掘を行い続けたからなんだぜ。確かに、それならなおのことたくさん見つかるわね。それで、最後に解説してくれるのはどんな化石なの？それはゴニオフォリスカの化石なんだぜ。ゴニオフォリスカって何？ゴニオフォリスカは、約1億6350万年前から約1億50万年前の後期ジュラ紀から前期白亜紀に、北半球に生息した、ただしワニ類に近縁なワニ型神目の科なんだぜ。要するにワニってこと、恐竜王国の話で持ち上げておいて、そういうことになるな。まあ、同じ爬虫類だけれども、それで、ゴニオフォリスカってことは、どんな生物なのか具体的なことは分かってないってことよね。そうだな、でも発表されたばかりのものすごくタイムリーな化石だから、しょうがないんだぜ。発見されたばかりっていつ？2022年7月2日なんだぜ。え、かなり最近じゃないの。今までの化石の名前が決まるまでの経緯を考えるとかなり先になりそうね。ああ、見つかったのは上顎の骨化石のみだが、化石についている歯が今までに見られないことから、形態新種の可能性があるんだぜ。そんな少ない部分だけでもいろいろとわかるのね。そうだな、ちなみにサイズは長さ7センチメートル、幅3センチメートル、高さ4センチメートルで、歯が7本ついた状態だったんだ。本当に見つかった部分は少ないわね。ここから推定される全長は 1.5 メートルで、ある程度成長していた状態だったと思われているぜ。なるほど、1.5 メートル。そんなに大きくないわね。ただ、7本の歯のうち大きな3本の歯の形状は、ゴニオフォリスカでは見られない特徴だから、新種の可能性があるんだ。歯だけでもそこまでわかるって、現代の技術や知恵ってすごいのね。ああ、今回の発見で、白亜紀前期の生態を解明していく手がかりになると言われているんだぜ。恐竜以外にも古代生物はたくさん存在するわけだから、ぜひとも解明してもらいたいわね。そうだな、福井県を中心に今後もたくさん化石が見つかるはずなんだぜ。また、新種の化石に名前がつくのも楽しみね。そうだな、日本らしい歴史的要素や、地名を含んだ化石が出てくるのが楽しみだな。